皆さん、こんにちは。前回の番組で、現在、中国の広州市で行われている第19回アジア競技大会に現れた不思議な現象、おかしい現象について一部話して、今回のアジア大会は中京にとって 最後の最大な国際的集会だろうと言っている人がいると言いましたが、実はおかしいことはまだまだたくさんあります。例えば、大会のログマークは、ある葬儀場のログマークを交付したものです。まだ、メダルやマスコットなどは、お墓から発掘された紀元前2000年前の文物を真似て、 デザインしたものです。まだ大会が行われる前に大会を讃えるために使われた中国の古代史は防国史と言われるものでした。今日はこれらのことについて話します。まず、大会の,あのマークですが、ログマークですが、このような形です。ここに太陽があってですね、このような形。 ここで下には、あの、ハンゾー公衆誌2020年、第19回アジア大会という書いてあるんですけれども、この、 マークについてですね、このロゴについて説明文章があります。これはインファースです、金華市の人民政府のウェブサイトですけれども、金華市は石膏省に属するある市ですけれども、このタイトルはですね、公衆2022年第19回。 アジア競技大会ログマークの解釈というものです。ここにですね、詳しく説明してあるんですけども、説明文章があるんですけども、これをですね、このラロ,ログマークに合わせて一回の説明します。読み上げます。これを翻訳したものです。えー、今週2022年第19回アジア競技大会ログマークのメ,ンメイングラフィック 超用は、超用これ、このログマックの名前は超用ですね。えぇ、ー、後のその枠という意味ですね。えー、は、大木型、戦闘校、戦闘校の後の波、レーストラック、インターネットシンボル、アジアオリンピック、表技会を象徴する太陽のグラフィック、 o c えですね。など、6つの要素で構成される。下の部分は、開催都市の名前と開催年である。これがですね、構造をまず説明したんですけどね。これから一つ一つ意味も説明しますね。大扇方は、港南の人物的な 意味合いを反映し、トラックはスポーツ競技を表し、インターネットシンボルは公衆史の特徴を表し、太陽は OCA のシンボルである。戦闘校と戦闘校の後ろ波はログマークの核心で、水と山は公衆史の自然の特徴を表し、 川の後ろは石膏小人の後ろに立ち向かう危害を表す。ローグマーク全体は新時代中国特色社会主義の後ろ波の湧き返ると発展及び OCA 大家庭の団結と協力を、ね、緊密に抱き合い、常に前進、 することを表すというですね。まあ、マークですから、デザイン者という人がどのように解釈しても、あの、それは、えー、解釈、デザイン者のその権利ですからね、どういう解釈してもいいですけれども、ただし一つはですね、えー、新時代中国特色社会主義、そういう共産党の思想をこの中に入れてあるんですね。これがですね、多分他の えー、国と違うんですね。他の国多分民族的なものは入るんですけれども、このような自分の思想を入れることはないですね。ここで戦闘校と川の名前があるんですけれども、これは石膏省の最大の川だそうです、えー。しかし問題はですね、ここにあるんじゃなくて、このログマークはですね、ある葬儀場のログマークをコピーしたということです。ここにですね、右側。 ですね。U いう反数ということ。極監視の葬儀上のこのログマークですね。これを拡大してみればよくわかります。この形は似てるんですね。え、奥義形、いわゆる奥義形で。ここが何かというと、ただインターネットシンボルですね。ここは波。 波です。このレースですね。レースですけれども、違うところは何かこの本数がですね、ここは9本でここが8本でした。まだもう一つ違うところはこれですね。ここにはオリンピック、アジアオリンピック、表記会を表すそのマークがないですね。これが違うだけです。だから中国人はですね、いろんな人がこうコメントする、インターネットでコメントするんですけれども、えー、その中にはですね、 このマークは、明海へのパスポートではないかと言われる人がいます。だから、このアジア大会がですね、終わったら、中共は、ね、中国共産党は、明海に行くのではないかと。だから崩壊するんではないかと。えー、前回の番組で言ったの、その、えー、この集会は中共にとって最後の最大な集会ではないかとですね、と言われています。えー、まだですね、このメダル。 メダルのデザインも、その、え、了承文物の模造品だと言われてます。了承文物について後に説明します。だからその文物から出たものを私見たんですけれども、このデザインの過程をですね、説明した文章があります。あるんですけれども、え、詳しくですね、デザインの過程のその、通度とかですね、え、全部公開してあるんですけれども、よくわからないんですね。ただし、この、 このメダルの、この山ですね。あの形と水の形。またこの、こう、タワーみたいなものですね。こんなものが、その、了承文物から、その、模倣したものだと言われています。またですね、この、アジア大会のマスコット。これですね、3つあるんですけれども、これはチンチン、ちゃんちゃん、じんじん、れんれんですけれども、これですね、3つともですね、了承文物を真似て、 えー、デザインしたと言われています。この中ですね、私、一つ調べてみました。この、ンチュンをですね、調べてみたんですけれども、この形をですね、模倣したと、真似たとですね、これを、これをですね、両性の、ィチュンと言いつ曲、そというものですね、これを、ここに比べて、写ってきて、比べてみると、確かに似てるんですね。ここですね、ここが、 このマークですね。だからこれが帽子みたいなものがここですね。帽子みたいなものがここで、目がですね、この目二つがここに来てあります。ここ花ですね。花。だから、似てるんですね。全く同じなら全く同じ部分になるんですけれども、似てるから模倣したんですね。どういうことです。で、中国ではですね、この曲層というものは、 何のもどんなものかというですね。中国では、あの、六期という言葉があります。六という言葉、あ極平、極層、極敬、極高、極高、極層、層というものですけれども、えー、これは昔から中国で,ですね。あるものですね。呂唱文化のそのものではなくて、この文化があるんですけれども、ク、え、ソ、ー、の中のその極層というものはですね、 古代中国で太使用に使われた曲器だそうです。しかし、この、両呂曲奏はですね、各ャからの説明から見れば、ね、この形から見れば、これはおそらく、武術師が神や精霊を呼び出すために使った魔法の武器だったそうです。 えー、上昇文化とはですね、あの、紀元前3500年から2000 紀元前2200年間のその文化です。で、1936年、石膏省の領承遺跡というところで発掘されたものですけれども、その中にはね、いろんな形のその極器のほかにもまだ絹の製品もたくさんありました。しかしその遺跡と言われるものは古代の墓場ですね、お墓だったそうです。 で、これらの文物は、ある偉い人の、その、副装品だったそうです。だから、副装品とは良くない、陰気を帯びているから、不吉なものと見られています。だから、中国では、いわゆるその、マスコットですね。中国語では、吉祥物ですね。吉祥物と言われていますが、実はこれは吉祥物ではなく、強調物となっています。 まだですね、大会が終われる、行われる前に大会を讃えるために使われたその詩ですね。中国の古代詩は、あの、防獄詩だと言われています。詩の具体的な内容はですね、このようなものです。名前は、ティ・リン・アンティ。これ中国語ですけれども、短いですね。読み上げます。ティ・リン・アンティ。 山外青山楼外楼。西湖歌舞、吉祀休？暖逢熏得游人醉。直把杭州、座汴州。ですね。これですね。インターネットを検索してみたら、日本語でできた、翻訳できたものがあったんですね。だから、それを拾ってきたんですけれども、国での勉強にもなりますので、一回読み上げます。 林安の庭位に大ス三階の青山、老外の老、最古の株、育児が休まん。断風香り得て四人良い。直ちに講習を張りて、弁習と尽くす。ということですけれども、ここにですね、詳しく説明したものもあります。 山の向こうには青い山々が見え、香炉の向こうには香炉が連なっている。ここ最高のほとりでは歌や踊りのやむときもない。暖かい風にくすぶられて、ここで揺らんする人々はすっかり酔い心地になり、 この公衆を、ただ、もう、古道の勉強だとみなしているらしいと、ということです。この詩はですね、中国の宋の時代の詩人、林孫林孝という方が、人が書いたものです。北宋の港、 伝領が滅びた後ですね、宋の皇帝が、林安というところで、林安というは現在の公衆ですね、今オリンピックが行われている都市で、林安に逃れて南宋を建国した後、支持はですね、国の半分がですね、失ったにもかかわらず、支配者たちはですね、恋愛にふけていることを風刺して書いた詩だと言われています。 だから、これらのものですね、お墓からあの発掘されたものを招いて、えー、そのデザインしたあ、いわゆるそのマスコットですね、あるいはメダルとは、えー、その、 多分,分、文物時代はですね、問題ないと思いますね。例えば、例を挙げればですね、同じくそのお椀ですね。えー、お椀同じ形、同じもの、同じ店に買ったものでもですね、人がご飯食べるために使うものと動物に餌を与えるために使うものは別でしょう。同じでくはないんですね。例えばですね、動物に餌を与えるためのお椀のもってですね、 お客さんとかですね、他の人にそのご飯を食べさせると必ず怒るんですね。だからその意味と同じくですね、同じ文物です。同じ、同じロッキーですけれども、お墓から出てきたものは悪いもの、陰気を帯びて、え、と、えているものですね。だから、これらのものはですね、同じく文物ですけれども、陰気を帯びているもの、 悪いところから出所ころが悪いものだから、この、えー、これらのものはですね、マスコットと言われているんですけども、ジーシャンウーと言われているんですけども、不吉なものになるんだと,という意味ですね。またその、亡国の死はですねあの、今中国ではですね、今国が滅びる状態になったと、みんな全世界が知っているんですけれども、中国共産党はですね、 そのお金2000億円を使って費やしてですね、アジア大会を行われている。しかもその時にですね、いろんな嘘とかつきながらやっているんだとですね。だから、これは防護区の、えー え、印ではないかと、ということですね。だから前回の番組でも話したんですけれども、今回のアジア大会は、中京によっては最後の国際的集会ではないかと言っている人がいるんだと。で、アジア大会がまだ終わってないですね。で、今、あ開催中ですから、今後どうなるかわからないんですけれども、アジア大会が終わってからですね、本当にこれから中京が、 まだ国際大会を行う機会があるかないか、これから見てみましょう。では今日の番組はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。